高一で本当に浜崎を壊せるか暁の断片で試してみれば。え、ワンにしてはいい案だ。暁の断片は役立たずなんだろ。石のミストがざわめいてるわ。剣を恐れてる。ミストが消えた。この剣なら浜崎に勝てるわ。当たればな。ねえ、またあの人が見えた。俺には見えなかった。兄さんの姿も、もう何も。償うことになろう。見て。
王女か。帝国への復讐を願って覇王の剣を求めたな。剣の在りかをはかんでな。人間の力を信じず神などにすがった者の末路よ。あいつは人の体からミストだと。このミストミュリンと同じよ。石の力に取り憑かれている。笑わせるな。人造浜崎は人間の力だ。神々に挑む大志を抱いた人間がその知恵で作り上げた人間の武器、真の覇王にふさわしい剣だ。与えられた浜崎に頼り切っていたレイスウォールなど偽りの覇王に過ぎんわ。見ておれ、やがて全イバリー石に真の覇王の皆が轟く。神々の意志を打ち破り歴史を人間の手に取り戻す。その名はベイン・ソリドール。あのお方が築く歴史にダルマスカの名は不要。レイスウォールの血筋ともども時代の闇に沈めてくれるわ。体に腎臓浜石を埋め込んでやった。大僧侶は？ねえ、ラーサー様は？ジャージカブラスが連れ帰った。アルシド。奴も来ていたのか。ラーサーは争いを避けようとおとなしく従ったんですが、ジャッジベルガが暴発してね、雑魚を片付けるだけで精一杯だった。で、姫、あなたをロザリアに亡命させたいんですが。守ってやるとでもお望みとあらば、命に代えても
もっともあなたの方がお強いでしょうが、ベインを恐れるあまり、うちの軍部じゃ先制攻撃論が主流で、将軍連中が勝手に戦争を始めないように姫を利用して裏工作を仕掛けます。お断りします。私はこちらで仕事があるので。覇王の剣で黄昏の破片を潰します。ああ、石のありかは分かってませんが、検討はつく。テイト・アルケイディス、ドラクロワ研究所、帝国軍の兵器開発を一手に仕切ってる。俺が案内する。行きます。そちらの国での工作はあなたが。こっちはこっちでどうにかしろと、ご期待に添えればいいんですがね。あ、そうだ、ラーサから伝言です。国と国が手を取り合えなくても、人は同じ夢を見ることができる。では失敬。帝都アルケイディスへはどのように？ロザリアの侵攻に備えて帝国は国境の守りを固めているはず。空からは無理でしょうね。当然海にも帝国水軍が網を張ってる。空賊らしくもないが歩きだ。サリカジュリンのあたりで国境を越える。いくつか道はあるが、ナルビナを通って北上するのが手っ取り早い。サリカジュリンを抜けた先にハンターたちの集まるキャンプがあるわ。そこまで行けば帝国の領内だから、軍の警戒も緩くなるでしょう。ま、その先も相当長いけどな。準備を怠るなよ。